ドンマイです。ドリバーズモザトーン、さあカニチャレラリーの予選がスタートして、さあまずは現在お台が改装しております。さあ30秒が現在経過したところ、まず、清谷さんの車がトップで通過しました。29秒台、そして抜田さんで32秒台、そして水木さんの車で35秒台と続いて、杉田さんの車は36秒台、さあそして、心配なのが店長の走りです。店長の走りはどうでしょうか。あ、コメントしづらい走りです。コメントしづらい走りになっています。さあ現在1分が経過したところです。さあ京谷さんの車が15秒台と続いて、さあ京谷さんの車が15秒台、そして16秒が杉田さん、水木さんの車が19秒台とついておりますが、さあどうか。さあ残り1分30秒が現在経過しようかというところ。さあ現在コース上は黄色い車、そして灰色がかった車の争いが続いておりますが、さあ現在4台が改装しております。さあ残りが1分50秒、残りが1分10秒です。残りが1分10秒。さあ2台途中リタイアとなりまして、これが3台での走りということになりました。さあ1台ドリフトしている車が混じっていますが、さあ残り1分、さあどうか。現在木田さんの車が清田さんの車が15秒台と現在快走中、そして杉田さんの車が杉田さんの車も15秒台ですが、現在937とついていきます。さあ残りが35秒です。さあ間もなく30秒、間もなく30秒が経過しました。さあ現在3台が投資をかけている状況。さあ残りが残りが20秒、さあ残りが15秒、さあどうか。逃げる逃げる、さあ残り10秒となりまして、さあ残り5秒、さあ最後タイムアタックが間もなく終了となります。結果が見られました。結局3台が最後までかけたということで、カニチャレラーニーの予選が終了しました。ドライバーズオンザトーン。さあ天候が徐々に悪化してきている中での予選2回目となりました。さあまず1番手で上がってきたのが高山さんです。総勢5名での、予選ということになりました。2回目です。さあまず高山さんの車が20秒台で通過。さあ30秒が現在経過したところ、さあ1台コースアウトを仕掛けましたけれども大丈夫です。さあまず高山さんの車が14秒台、そして井上さんの車も14秒台で通過。素晴らしい。そして阿部さんの車も15秒台。さあ一番最速なのが高山さんの車で、14秒台とついています。1分が経過しました。さあ徐々に曇り空が暑くなってきた中での予選2回目となります。さあ井上さんの車で14秒台とついていきましたが、さあこれが追いついたか、ラップ上では追いついた形。阿部さんの車が15秒台、そして上野さんで16秒台とついていきます。高山さんが譲れないか、14秒台とついていきます。
さあ、水木さんの車が17秒台と、続いていきましたが、さあ、残りが1分20秒、残りが1分20秒です。さあ、高山さんの車で14秒台とついていきますが、井上さんが徐々に差を詰めてきた形か、高山さんが譲れないか、さあ、残りが1分を経過しました。さあ、残りが1分を経過。さあ、まもなく残り50秒です。さあ、14秒台が高山さんで、14秒850です。14秒850が井上さんとついて、阿部さんが15秒台、そして上野さんも15秒台とついて、水木さんが16秒台。さあ、残りがさあ30秒でチェッカーが振られるということになります。さあ、高山さんが14秒台、そして井上さん井上さんも14秒台ですか。さあ、わずかに高山さんの方がリードしている。さあ、残りが15秒。さあ、上野さんの車で15秒台がついて、さあ残り10秒です。さあ、残り5秒、4、さあ、井上さん、このまま2番手でタイムアタックを終了しました。2台が不参加となりまして、5台でのタイムアタックの予選となりました。他人車で M の予選終了となります。ドライバーの皆様、お疲れ様でした。